都内の大学で開催されたミス&ミスターコンテストにラレンヌが衣装提供しました。今回は試着から大会本番の様子をご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。事前に教えていただいたプロフィールやお写真からそれぞれに似合うドレスとタキシードをご用意。店舗で実際に試着していただき、採寸してご自身にぴったりのサイズに直します。皆様とってもお似合いでした。いよいよコンテスト本番です。まずは皆様私服での登場です。今回の私服のポイントは何でしょうか？今回のポイントはテーマが恋人との記念日デートということなので、僕とはなんか恋人が…ちなみに記念日デートをするならどういう方にしたいですか？なんか一泊二日でディズニーって言おうとしたんですけど、ディズニーって言ったんですか？だからなんかまあ、USJ です。今回の仕事のポイントは何でしょうか？秋はちょっとモノトーンになりがちなので、ちょっと白のパンツを履いたり、秋っぽい感じです。今回の私服のポイントは何ですか？結構大きめのシルエットですごい顔が小さく見えるかなって思って。この年日のデートプランはどのようにしたいですか？そうですね、なんかちょっとゆっくり散歩して、この後こう一緒にご飯行けたらなって思ってます。そうですね。今回の私服のポイントは何ですか？ポイントは、実はリトルミーの靴だっていうことです。ちゃんとね、見えないところまで可愛さが入っていたところで、ね、はい、年日に彼氏にしてもらいたいものはありますか？このあとウェディングドレスとタキシードをどんな風に着こなしてくれるか楽しみですね。いちご狩り夏ですかね。はい、ラベラに、はい、ありがとうございます。ドレスに身をまとって気合十分。私も楽屋でお手伝いしていましたが、皆様の緊張感が伝わってドキドキしてきました。頑張ります。ちょっと我慢しますね。ありますか？ですよ。今日もいいですか？あ、いいですね。みんなそれぞれ自分で選んだんですか、アドレス？いや、これは天野さんがセレクト。いや、みんなに本当に似合っている。いいね、ネックレス。でかい。ちょっと動画回します。あ、いいですね。
ありがとう。笑顔ください。頑張ってください。セミオーダー、フルオーダーを採用しています。上質なシルク素材やレースにこだわり、メイドインジャパンのクオリティ高い縫製技術で花の嫁をより美しく、より魅力的に見せるドレスをハンドメイドしています。メグスーツはスタイルよく見せるラインの美しいパターンを厳選して仕入れラインナップしております。晴れの日のふさわしい上質で気になるメンズ衣装も提供があります。その他花嫁和装や別的衣装など全ての本命衣装をご用意していますので、ぜひご利用くださいませ。足でお迎えください。足でお迎えください。エスターコンセントエントリーナンバー1番。ラペルにはホワイトカラーがアクセントにデザインされており、またタイにもスリットにホワイトカラーがのぞき、シャープで縦長効果を強調しています。タキシード姿が舞台にとっても映えます。皆様歩く姿勢もいいのでより一層素敵に見えますね。エントリーナンバー3番。ネイビーのドライブラインが入ったオリジナルスーツです。ネイビーの紹介がアクセントになっており、華やかでありながら清潔感のあるスーツです。カズマさんの爽やかでおしゃれな雰囲気に合うタキシードですね。ミスターコンテストエントリーナンバー4番。ミスターコンテストにふさわしい白のショールカラーのタキシードです。招待とベストはケースケさんの雰囲気に合わせてブランドステイスにアレンジしました。正統派タキシードも好み色の状態で、ケイスケさんの個性を生かしたスタイリングでお見せいただきました。続いてリスの登場です。リスコンテストエントリーナンバー1番。花嫁に大人気のイタリア製ミカドシルクという高級素材を使用して、シンプルだからこそ素材感を出し、着る人をどんよくエレガントに見せるドレスです。ウェディングドレスを着こなして堂々とした姿が輝いています。私服の時よりもキリッとした美しさがありますね。主役らしい具材となっていて、子供さんに行きたいです。ミスコンテストエントリーナンバー2番。小花が散りばめられたケミカルレースのドレスは優しいフレンチスリーブで清楚な印象です。そしてスカートにはたっぷりと細かくスパイラルフリルをあしらったデザインです。動くたびにフリルが揺れて可憐で愛らしい印象が魅力的なドレスです。明るく可憐な花見さんには見えるビルを楽しみながら軽やかにランウェイを歩いていただきたいと思います。ミスコンテストエントリーナンバー3番。高齢感あるシュールのボランスペアレットになったドレスにはイタリアンビーズレースを使用して、繊細でありながらキラキラ輝きビーズが印象的なドレスです。スカートは柔らかいソフトオーガンジーが大きなランプルとなり、どこから見てもキラキラと軽やかに見えてとても優しいデザインです。女性らしさを引き出すドレスは、伊藤さんの魅力を最大限に引き出します。ミスコンテストエントリーナンバー4番。使用したドレスはラレンオリジナルのレースです。リゾートウェディングに合うナチュラルテイストのドレスです。ベストの切り替えが高く足長効果があるデザインが小柄で可憐なお子さんにぴったりです。ショルダーのデザインがガーリーで愛らしいですね。
続きましてグランプリの発表になります。ミスターコンテスト2021グランプリは、エントリーナンバー3番、おめでとうございます。おめでとうございます。今日もお越しください。はい、ありがとうございます。それではグランプリを取られた感想をお願いいたします。マジで取れると思ってなかった、めちゃめちゃ嬉しいです。本当におめでとうございます。はい。はい。では続きまして、ミスのグランプリを発表いたします。ミスの皆さん、一歩前へお願いいたします。それでは発表いたします。ミスコンテスト2021グランプリは、エントリーナンバー2番、森田でございます。どうぞお越しください。ですのでグランプリの方にはティアラとですね、花束の方を贈呈させていただきたいと思います。はい、はい、おめでとうございます。グランプリを獲得された感想をお願いいたします。いろいろ考えてたんですけど、今ちょっと緊張で飛んで、足が飛んじゃったって感じですかね。足がもうガクガクなんですけど、両親や友人や SNS を通じて知ってくださった方々が、こんだけ応援してくれて本当にありがとうございます。グランプリ取れました、ゆきたちょっと2個もらって嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい綺麗なのにさせてもらってありがとうございます。見たのもね、すごい綺麗なんで、ほんまに嬉しいです。ありがとうございます。なんかこのイメージに合ってるねって言ってもらえたんで、これを選んでくれてありがとうございます。ドレスいかがでしたか？めちゃめちゃライン綺麗に見えて、スタイルもよく見えて、あとドレス結構フリフリなもの多いんですけど、すごい結構シンプルで、すごい綺麗なものが好きなので、とても気に入りました。ありがとうございます。綺麗なドレスだなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて来たんですけど、すっごい人生で多分結婚式ぐらいしか着る機会ないので、すごいとてもいい経験ができてよかったです。あとこの自分の髪色に合わせてくれたベストと蝶ネクタイもすごい合ってると思ったので、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。タキシード本当になんか身長とかその人のスタイルとか考えてください。本当に似合うような。で僕も自分自身が紺とかこういう色が好きで、シュッとしてる感じが好きです。もうぴったしだなっていう感じで、もうかっこよくしていただき、親が喜びます。ありがとうございます。なんか全体的に白とまあ青の感じなんですけど、結構僕もこの色好きなんで、それに合わせてくれた方たち、まあ貴重な体験で。ラレンヌではたくさんの衣装をご用意しているのはもちろん、お客様の個性やスタイルに似合ったドレスをご提供させていただきます。どんなドレスを選べばいいかわからないときは、ぜひ一度ラレンヌまでご相談ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。